はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、こびと先生です。前回はこちらのゲームの導入部分をプレイというか、まあ見て一緒に見ていったというところが正しいのかなと思いますので、今回はその途中から逃げた少女を追うという場面ですね、やっていきたいと思います。あんまり良くないですよ、今のちょっと危ない動作ですねということで、あれどっか行っちゃったそっちは行けないよみたいな、オープンワールドっぽさもありそうじゃないみたいなとこもあり、いいですね、なんか。はい、ということで、すごい映画みたいなゲームなので、少女どっか行っちゃった、ここと、すり抜けられるんだって、わーすごい、あなんかいい写真撮っとこう、なんかいいですね、少女なんかすんげえガタガタしてんだけど、ここ大丈夫、これすっげえガタガタしてんだけどバグかなみたいな、バグかなみたいな感じなんで、大丈夫かなこっちかな、あー、なに今の技、少女追いかけるか、おーいあ、消えちゃった、あー、なんだどっか行っちゃったよ、ここ、あー待って、あすごい、あ、でもこれにはぶつかるんだ、なんか何今の、スペースを押すと拡大できるんだ、こうやって、おー、なんだ少女が遊んでいるよ、おい、どうして逃げた、飽きたね、新入りの世話はもうたくさん、喋ったぞ、壁を抜けるわ、物を呼び出すわ、君は随分慣れた様子だな、この場所の仕組みを知ってるんだろう仕組み、この場所を理解するのは簡単よ、才能に気づけば出られるかもしれないわね、才能ってなんだ、俺はどうしてここに閉じ込められてる、まずは才能について聞きましょう、何を知りたいの、教えてくれるんだ、優しいね、才能ってなんだ、生前の特技は死ぬと力を増すの、それが能力になる、へえ。能力は人それぞれ、人に取り付いたり思考を操ったり、実体の不安定なものを自由自在に呼び出してみる、すごいね、なんか錬金術師じゃん、特技が能力になるか、なんか面白い世界観ですね、通り抜けられないものもあるのはなぜだ、それすごい気になったんだよね、これさっきドアにぶつかったが、他のものは通り抜けられるどうなってるんだ、何でも素通りできるんじゃないのか、魔除けが施されてる建物は通り抜けられないの、でも入り口はある、開いてるドアとか窓とか、魔除け中に入ってしまえば壁もドアも自由に素通りできる、ただし青く光っているものは通り抜けられないから気をつけて、すぐに勝手が分かってくるはずよ、だそうです。ということで最後に4番で、俺はどうしてここに閉じ込められている、遠慮しないで、君は誰だ、ここには長いようだが、私もあなたと同じ、言っておくけどここはとても危険なところよ、自分で未来への道を立ったり他人に奪われることもある、自分自身の未来を奪うとは、黙りこ、悪いが話がよくわからないな、自分で未来への道を立つって、やり残したことがあるでしょ、解決しないと足止め、大丈夫、よくあることよ、よくある、冗談じゃない、なんか面白いですね、他人に未来を奪われるって言ったな、そう、ここで自分を見失うと悪霊になって、ここから出られない、やだな、それはやだね、永遠に、なるほど、それがいわゆる悪霊って言うんだ、へえ。そうか、自分を殺した犯人を突き止めれば、そうだね、俺はここから出られるんだな、
そうだよ。じゃあ、せいぜい頑張って。おい、待て待て、待ってくれ。まだ聞きたいことがある。あ、逃げた。なんだなんだそれ。くそ。悪霊？気をつけることね。一寸先は闇だから。あ、じゃあ行っちゃうの？どっか行っちゃうの？どうなってんだ。なになに？何？あれは無視していいの？あれは無視していいのか？なあ。え、こっち行けなかったじゃん、今。いいのかよ。目標クリアし、幽霊の少女を追う。新たな目標、自分の殺害場所に戻ると。ジャンプはできないのかな？滑り台すごいとこにあるね、この滑り台ね。乗ったね。ってことで、自分を殺した犯人を追いましょうということでしたね。場所に行きましょうと。で、このゲームの目標はなぜ自分が殺されてしまったのか、なぜ殺されなければいけなかったのかっていうことを見ていこうというものでしたけども、なんだ？おお、多分こっちから行くんじゃないと思うけど、こっちから行けるぞ。なんか、いけるぞ。いけてしまうぞ。いいのか。なんか、プルプルしてるな、ここ。除去する。すげえじゃん。除去できたんだけど。なに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 、なんかあるわけじゃないの。技を使えるってわけね。はいはい。こういう技があるよっていうのを教えてくれると。もしかしてこっちから行くの正解なの？何か本当はイベントがあるけどこっちから行っちゃったみたいな感じ。ちょっと待っ、あーちょっと戻るか。ちょっと戻るか。もともと来た道から行ってみましょうかね。そしたら。なんか、イベントがありそうな気がする。こっちから行くと。ねえ、そういうとこも楽しめるのがこのゲームのいいとこよね。あ、なになに？何何、一緒にもう一回やろう。あー、引きずり込まれる。 D で脱出。こっから行けないのかな、こっちから。よいしょ。こっちからも行けるんじゃない？行けない？なんだなんだ、なんかベアみたいな。しゃがむっていう動作はないのかな。あー、ふーん。除去する。ふーん。なんかいろいろ探索できるみたいですね、こうやって。ふーん。こっちからもなんか。あー、で、さっきのところに行くと。なんで、つながってるわけですね。自分の死体が地面に転がってるのを見るのは。見たくないものが映っている鏡を無理やり見せられてる気分だ。自分ではもうどっちが本物でどっちが鏡なのかわからなくなってる。いっぱいいますね。みんな何をやってるの？ただ立ってるだけっていうね。職務怠慢かな。ああ賢いな、バクスター。現状ほんまやね。いや、お前嘘だろ。応援必要ないな。お前に警官は無理だった。タマコ。すくすくバカな野郎だよ。もう誰だ。上司か。やめるんだ、バクスター。落ち着け。いやいや、そっちじゃないよ。調子を取れ。そっちじゃないよ。どっちがバカだよ。止めるのそっちなのかよ。あ、もしかして親族？もしかして親族なのか？辛くないとは言わない。だがこれは俺が担当する事件だ。明日以降。星を上げるまで
憶を覚えておくことだ、巡査部長。警部の命令ですから、チームに被害者の家族がいる場合、その、いえ、わかりました、ごゆっくり。いや悲しいね、親族はちゃんとね、あの悲しいねって言ってくれるんだよこれ。死んでしまえと何度も思った。あ、本当に目閉じるのそうやって。一つ伝言を頼む。はい。ジュリアに俺が泣いてると。おお、安心しろレックス、ジュリアは知ってる。うん、安心して。捜査は初動が肝心だ。スチュワートのメモ帳には現時点で分かっていることが書いてあるはずだ。あ、このおじさんね。はい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 。スチュワートのメモ帳には現時点で分かっていることが書いてあるはずだ。ではフードの男を見たんですね。見たわ。その人を殺したのよ。見ろよ。野獣馬が集まってきた。あの二人は何を話してるんだ。やだな、なんか警察の捜査で何か分かったら探ってみよう。ここで手がかりを探そうということで、捜査を進めるには気になっているオブジェクトを調べたり、憑依の能力を使って関係者と接触したりして情報を集める必要があります。ということで、まずはここに手がかりがあるはずだ。こいつに憑依する。こいつに憑依する。盗み聞き E。 参ったな、ロビゾン。ああ。たく、ロナンめ、信じられん。あいつ何しにここへ来たんだ。死にに来たんだ。ベルキラーが建物に入ったって通報があって、それで向かった。映画だな、マジでこういうの。本当に映画の構図だよ。ベルキラーに紙飛行機代わりにされて、バン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 。やめろやめろ、悲しんでんじゃんこいつ。あいつの入れ墨見ただろ。あれは前科の記録だ。警官じゃなくて悪党。ああ、悪口言ってるよ。だからまともに死ななかった。それでも俺らの仲間だろ。まあ仲間だと思ってくれてんだね、こっちは。憑依解除。思念操作、情報入手しました。この情報を使って目撃者を思念操作できます。覗き見、やば、なんか覗き見とかできるよ。こっちにも用意してみようか。大丈夫ですか。さあ、いろんなとこに用意できます。ここも用意できますね。ちょっと思考を読んでみましょうか。あれ、なんだなんだなんだ。あ、こうか。犯人は現場に戻るなんて嘘だ。犯人が現場に戻るなんて嘘だと。若い警官。おお。今頃とっくにネットで拡散されてる時代ですね。犯人は現場に戻るなんて嘘だ。もうこの人はおしまいね。じゃあこっちの女性に思考用のも。みんな現実だなんて思えないみたい。そうだよな。やめろ、お前悪霊つくぞ、お前一生憑依してやるからな。恥ずかしいとこも見てやるからな。そんな、みんな現実だなんて思えないみたい。許せんな。じゃあこのおじさんは、ありえない。でもこうして実際に起きてる。だよね、ありえないよね。俺のいない時でよかった。まあ見たくないよな、そりゃな。見たくはないわな、そんな事態な。それはそう。憑依する。記憶を聞き出そう。この人は取り出してる。こんな経験は初めてだろうか。おお、なんか有能な刑事じゃないかこの人。後が落ち着いてもらえれば思い出してくれそうだな。頭痛い痛いなってるね、あのおばさん。一人二フレーズしかないのかな。なんかいい。なんかいいぞこれ。このおばさん、思念操作。彼女は一体何を目撃したのか。ベルキラー、
怪しい人物を目撃したという情報が入り、俺は一人で現場に来たんだということで、これを選択してみましょう。どういうことだろう。私見たわ、フードの男が外にいた。アパートの最上階の1階のあたりを見上げてるように見えた。おで、でだけね。はい、このおばさんね。お、なんか調べれますよこれ。自分の銃で殺された。調べる。過剰な行為。そうですよね、あんなにやらなくてもいいのに。窓ガラス、ガラスの破片。まずこれ銃ですね。ロナンの予備の銃なんだ。これはタバコ、最後のタバコと。タバコ。このおじさん何やってんの。こんなに大勢で捜査してるのにどうして手がかりすらないんだ。おお、みんな全力で捜査してるな。お前はお前は君は何してるのかな。星のおじさんは、まさかロナンが現場を見るのもきついな。わあ、やっぱいい人じゃんこの青年。警官が動揺してたら住民は不安だ。いい人だね。でもまばたき一つもしないってすごいね、なんかゲームだからな、そりゃな。うん、でもずっとここにいるんだもんな、このおじさん。完全に非常事態だわ。落ち着いてるねこの人。なんか犯人じゃないか。やけに落ち着いてる人は実は犯人説があるんだよ。こいつ何、ジャーナリストかなんかかな。僕なんか融合しちゃったはい、カメラマン、テレビ局の人どう思ってんだろうね、おばさん。ローカルニュースなんてだるいわ。早くボスと関係ないこと思ってた口が固いわね。報道すれば情報が集まるのに。こっちは実はこのおばさんのことが好きなんだ僕って。やっぱりモニカはすごいよ。モニカ、このおばさんかな。僕は何すらすら喋れるよな全く関係ないことを思ってたねこの人ね。なんか全く関係なかったですね、あのはい見てるぞいるぞ、僕は見てるぞ。カメラ映らないかね、一緒に写真撮影しようよこれ。イエーイダメダメ。はい、もう一個なんか証拠があるということ。多分このおじさんですね。覗き見ができると。覗き見、生きている人の視点で物を見ると彼らが何を見ているのかが分かり、必要な情報を得ることができる。やばいじゃん、実はこれエッチななんか見てたら嫌じゃん。うわー、なんかすごいですねこのなんかレストランのね、あれみたいじゃないですか。なんかメニューを書くやつみたいじゃないですか。監視結果をレックス警部補へ。警部補は本事件には直接関わらないことになっているが、現場に監視の報告が届いた際は通常の手順にのっとり警部補に知らせること、行方不明者の住居者カサンドラ・ジョイ、カサンドラとジョイ、行方不明になっている 入居者か、住んでいたのは窓から俺が投げられ落とされた部屋だな。これが最も重要な点ですか。はい、違う、俺のさすがに関する情報が欲しいんだって。現場で発見された凶器はロナンの銃のみ、現場からは他の、凶器は発見されていない、犯人は自分の凶器を持っていなかったから俺の銃で殺した。あ、そうやね、うん、確かにって思うかもしれないけど、逆に足がつかないためにこの人の銃で殺したっていう考え方もしかりじゃないかな。ってことで捜査を完了します。奴がここに来たのには理由がある。何が目的だ。
ここで手がかりを探そうということで、まあ、上を見上げると窓が割れていますと。あの部屋に行きたいなと。あ、ちょうどいいタイミングじゃん。あ、いたいた。うわ、なんかいるぞ、お化け。スチュワートの後についていこう。待って、なんかお化けいるんだけど。ということで、今回はここまでにしようかなと思います。なかなか面白いというか、ずっとなんかテンションマックスで話してるみたいな感じになってますけど、なね、本当に面白いゲームですね。このゲームいいと思いますよ。いや、なんかだって本当に498円ぐらいで買ったのにさ、セールで。いや、ワンコインでお釣りが来るレベルで買ったのにめちゃくちゃ面白いじゃないですか。なんですかこれね。まあまあ前のゲームですけどもね、非常に面白いゲームで本当に本当にいいですね。ではまたこのゲーム本当に僕的に非常に楽しいし、こういうゲームが本当にねやりたかったんだよ僕は。こういうゲームが好きなんだよ僕はね。はい、いや、こういう物語性があって、しかもなんか臨場感もあって映画みたいでってね、なんかすごい画質も綺麗でっていういいですね。うん、あと分かりやすい、やりやすい操作性が非常にね、分かりやすいし、ヒントも見つけやすいしっていうのに非常に面白いです。ではご視聴ありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。ではバイバーイ。